の思い出語るほど年を取っちゃったんだね。夢や希望に満ちた輝きはなくても、今しか味わえない喜びがここにあるさ。いつからだ、馬鹿にしてた大人みたいに自分もなっていた。それでもまだ諦めちゃいないさ。ハッピーエンドにたどり着く、どうしても会いたくなって走り出した午前。